こんにちは、ダイスです。今回は星のカービィディスカバリーやっていきましょう。前回からの続きです。今回は危ないサーカス賞ボス編行ってみたいと思います。3体目のボスっていうことで、アイスできちゃったけど大丈夫かは分かりません。お、回復アイテムがある。変えられますね、これどっちがいい、何がいいとかあるのかな。あれ、ちょっと寄ってみよう。これであんまり使ってないんだけど、ドキドキしますね。ん、細い、細身の子がいる。ドラキュラ、吸血鬼。ん？メソヒョウ、キャロライン、かわいい。おー、猫か、猫かの、かわいい、かわいいけど強そう。おー、あれなんだね、なんかわかったかも。ジャンプしたりするのがあれなんだ、突進系なんだ。これ突進、違う、突進じゃないのもある。やばい進化させてきた方が良かったかもしれないですね。トレジャー、トレジャー進化、レンジャーのね、次のやつがね、出てたんですよ。してこなかったんだよな。おい、避ける、避ける。一応当てられはしますね。ため攻撃もあるから、遠くだったら結構いけそうな気がしたんだけど、辛いかな。えい、えい、しょっしょっ、痛い。よし、もう一回、半分までは来てますよ。ふぅ、ふふぅ、なん、あ、そっか、スタンもできるんだった、忘れてた。つめー、よし、避けた避けた。避けながらだったら意外とできますね。おお、かわいい。ちょ、無理、何ねそれ、何それ。これ避けた方がいいね、多分ね。わかんないけど。待って、2回もすんの？ずるくない？あ、怖い。間に合わない。あー、間に合わなかった。あれ、柱にいるのを狙うっていうのができましたよ。いけそうと思ったけど、できるんだね。これなんだろう、危な、えい、よし、もうちょっと、えい、ダメか。待って、騒動になってる。戦い方が変わるから無理なんですけど。あ、行けました。進化させてたら多分もっと早かったんじゃないかと思います。やっとこう、かわいい、かわいいボスでしたね。あれ、こ
これ何？お、ドリルの進化の設計図もらいました。ギリギリでした。ということで3つ目のボス戦、こんな感じで突破できました。柱にいるキャロラインを撃つ終わったんですけど、ホバリングせずに倒す、あ、飛ばないでってことですね。難しい。これで次はどうなるんだろう。一回移動するみたいです。ワドルディの町へ。うん、新しいのができてる。さらに大きくなりました。これは何でしょう。かなり大きな建物ですよね。そしてガチャルポン、ボリューム2、2個だけなんでしょうか。ここなんだろう。戦ったライバルたちとのバトル勝負、豪華な報酬が手に入るコロシアムがオープンしました。メタナイト、めっちゃかっこいい。これ行った方がいいんじゃない？メタナイト。ドリルの能力が進化できるようになりました。トルネイドもなんだよね。で、今できないけど、どうしようかな。とりあえず回復、寝て回復して、メタナイトが行ったところに向かってみたいと思います。カービィのお昼寝、どういう寝方してるんだろう。これで回復です。よし、じゃあ変えてみよう。なんか今のところ使いやすいのは使いやすいでありましたけど、1進化だけじゃなくて2進化とかもあるので、本当はねそれもやりたいんだけど、必要なアイテムが足りない。どうしようかな。ちょっと得意のボルケーノファイヤーにして、はい、これでとりあえずメタナイトのところに行ってみたいと思います。上でしたよね。あれ、ここ2階だ。メタナイト、あ、まだ開いてないのがある。180とかがある。ここなんだろう。どうもどうも、こちらはコロシアムの受付です。ここでは次々に襲いかかるボスたちと熱いバトルが楽しめます。見事最後まで勝ち抜くと豪華な報酬をゲットできますよ。密かにこの世界に来ていたあのメタナイトさんも修行のためこの大会に参加されるようです。ドキドキ。エントリーする。ちょっと行ってみよう。メタナイトカップにエントリーしました。入場ゲートから行ってみますね。大丈夫かな、わかんないけど。メタナイトカップ、名前がかっこいい。これでいいのかな、このまま行っていいのかちょっとわかんないけど。待って、どういうこと。普通になんかボス出てくるんだけど。終わった。待って、アイスにした方がいいってことかな、わかんないけど。どっち？そっちか。いやでも火がつくからこっちの方が楽ですよね多分。そんないっぱいジャンプする？よし。はい、今変えないよ。あれ？まだいける？このまま行っていいのかな。よっしゃ。いて。一撃が広い。いけそう。ほんと強いですね、進化すると。
終わり終わり、よしよし、次次、絶対炎が一番 今のところ私は使いやすくて良い感じですね。終わり、次はあれ2000ずつ、ちょっと待って、メタナイトカップって何が起こるのか分かんない。ああと4000って書いてある。それをこなせばいいのかな。ちょー、え、回復回復回復、ダメ？ダメージ、効果ダメージで、きた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 、よし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 、いいじゃないですか。どうだ、あと3戦何があるんだろう。へえ、痛い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 、よしよし、真ん中まで行ったよ。で、根っこが出るよね。あれ根っこ出ない、根っこを倒すっていうのがねあったはずなので、根っこ倒せばいいんだよね。そしたらこれいける、どうだ、オッケー。あとはヒゲがあったの今気づきました。あと2000、何が起こるんでしょう、あと2000で。おっ、さっきやった、さっきやった、ちょっと待って、火だるまになってんのめちゃくちゃ怖いんですけど。でもいい感じですね、ボルケーノ。これは避ければいいよね。一回やれば大丈夫かも。燃えてるよ。あー、やっちゃった、あ、終わった。待って、ボルケーノじゃない、やばい、今入ってなかった、危ない。なんかもらいましたね、なんだろう。最終戦、おお、もらえるんだ、横にあるやつも。行きましょう、最終戦、ドキドキする。ゲットイット、ん、孤高の騎士メタナイト、めっちゃかっこいいんだけど。で、どういうこと、メタナイトを何ソードで倒すの難しくない？だってメタナイトだよ。きついんですけど、とてもきついんですけど。おー、移動がめっちゃかっこいい。よし、まあなんかやってる、飛んでる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 、おかしいおかしい、空いてるとこ行くってことかな。おーどういうあれなの、メタナイトさん
きつい。いや無理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 、きついでしょきついでしょ、よいしょ、無理だよ、絶対大技来るもんこれ。何その切り、縦切り、ジャンプしながらやりたい。ちょっと無理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 、そんな場外行かなくても。なんかやってるなんかやってるなんかやってる、もうちょっとやった、まさか勝てるとは。ええ、メタナイトって顔あんな感じなの、素顔見ちゃった。4分35、初優勝しました。神さんおめでとうございます。今回の報奨です、スターコインスター500、レアストーン1。あ、すごい、ソードの能力を進化できるメタナイトソードの設計図。え、メタナイトソードやりたい、でも今足りない。あ、待って、なんかある、なんだろう、はぁ、一個見つけた、隠してあったってことですね、これは。え、できるじゃん、できるじゃん。お金ありますもん。ねえねえ、設計図もらいました。メタナイトソード作れそう。やった!変えよう。他のやりたかったんだけどな、まあ、しょうがないですね。え、変えます、変えます。3個いるの?え、もう1個いるじゃん。できない。3個いるのか、困ったな。1個回収に行きましょう。これは変えたいですよね。星2になってたところを行ってくればいいのかな。なんて戻ったら次のエリアが雪っぽいところですね。ホワイトティーホルンズ、新しいエリアにはちょっと行かずにメタナイトのために戻ります。手前の方で出てたやつに多分行ったらいいと思うので、どれが一番手前なんだろう。私残してしまってたところがあった気がするんですが、あ、残してないんだ。じゃあ先ほどのエリアですね。このエリアのこれ、ハンマーの難易度星に行ってみましょう。戦え、ハンマーの試練。リーゴー。よし、ジャンプしながらやればなんとかなる。ほい、はい、よし、できたかな。次のとこ、ハンマーハンマー、よっしゃ、あ、痛い、ひどい、上に向かって投げるんだね。でかっ、ウサギでかい、ウサギでかい。よっ。次。いっそげ、いっそげ。どうしろと。避けてハンマーでいいのかな。痛いんだけど、当たる。よし、よし。ジャンプ、ハンマー。ちょ、ハンマー。半分まではいってるし、私ちょっと危ないね。もうちょい。終わり。どうだ、最後、早く取って早く取って、
3つ目、レアストーンゲットできたので、これでメタナイトになれます。メタナイトソードやりに行きましょう。せっかくだからやりに行きましょう。どんな感じなんだろう。ほい、進化させる、お願いします。ドキドキしますね。メタナイトだ。え、ちっちゃい背中ちゃん背中にちっちゃい羽ついてる。え、やるやる。え、めっちゃかっこ、あ、待って、コウモリ飛ぶじゃないですか。え、めちゃくちゃかっこいい。待って、これめっちゃ強い。タメは回転。え、これいいね。すごくいい。え、これ使おうということで、え、今回はメタナイト化できました。めっちゃ可愛いですよね、このカービィ。次回は、メタナイトソードで行ってみたいと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!